はいどうも皆さんこんにちは、コスケでーす。結婚イベントのなんかめちゃめちゃ長いエンディングあったじゃん。あそこ終わってからなんかイベントないと思ったんだけど、ちゃんとあったんで、ここもしっかり見ていきましょう。今日からここで暮らすのね。うん。頑張りなさい、ようは言ってくれんのね。え何よ、いろいろ。私のためにね、命尽くそう、みんな。命尽くそう。何かしらね、命尽くそう。ドルチェは相変わらずだな。どうしたの？その呼び方。え？なんだったら、他の呼び方に変えてもいいわよ。これからはその、恋人じゃなくて、せーの、夫婦になるんだし！あ、うん。じゃあ、まずはあんたの呼ばれ方ね。なんて呼ばれたい？あ、この選択肢来ました。この選択肢来た。ねえ、旦那様とかやだよね。コスケちゃんか。ねえ、パパじゃないこれ。ねえ、これパパじゃないか。みんなどう思う？俺パパだと思うんだけど、うわ、マジで迷うね、これ。お父さん、パパはうちなんだよね。うち母さんがさ、父さんにさ、パパって言っとるから。でもパパだとちょっと危ない関係になってしまうかもしれんね。本当に。パパ活みたいな思われたくないから。あなた？あなた？う、う？うーになるんだし。まあ、それぐらいはね。まあね、まあね。呼んでみてくれる？つ。おい、これね、レムファクトリーでさ、つって言葉来たらさ、泣くんだって。ね。つって言葉はさ、涙出る時の音なんやって。おい、300回聞かせてくれ、今の。今のあなた、俺、4000万323回聞きたい。あなた？で、私のことなんて呼びたい？え？ハニー、ルーちゃん、フルーチェ。やばいね、ドルチェって聞いたらさ、ねえ、ドルチェって聞いたら俺もう、最近流行りのガッパーナが出てくるんだけど、どうしたらいい？ちょっとみんな。お母さん、ママ。ね、あなたは、あなたの女はないんか？ママでしょ、ママ。そう、呼んでみて。ママー！ま、あんたがそう呼びたいなら別にいいわ。決まりね。じゃあその、あなたあって6億3280万回言われて、うん、ママ！やだ。すごく嫌だ。こんにちは、ママ。やだ。すごく嫌だ。選択肢をミスった。こんにちは。はい、リゾット。こういうお弁当もいいでしょ？このリゾット、査定しよう。2300円。ありがとう。はい、ということでね、ママか、呼び方決めた、うん。呼び方を決めました、皆さん。こんにちは、ママって言うようになった。残念です。さよなら。